織田信長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名で、天下人となった英雄です。彼は様々なものに興味を持ち、多くの趣味を持っていました。その中でも特に有名なものを紹介します。茶の湯、信長は茶道具を集める名物狩りを行い、足利将軍家ゆえんのものを好みました。茶会に招待されることは家臣のステータスであり、政治の道具としても利用しました。信長の茶道具は、彼が死後に散逸したり、秀吉や家康などに引き継がれたりしました。現在では、一部の茶道具が国宝や重要文化財として保存されています。つくもか水無の茶入れ、信長が松永久秀から受け取った茶入れで、現在は東京国立博物館に所蔵されています。初花片付き、信長が大文字屋から購入した那須型の花入れで、現在は京都国立博物館に所蔵されています。白天目茶碗、信長が石山本願寺から受け取った茶碗で、現在は東京国立博物館に所蔵されています。本能寺分輪、信長が朝倉家から奪った茶入れで、現在は大阪市立美術館に所蔵されています。相撲観戦、信長は相撲が大好きで、自ら相撲場を設けて相撲取りを見物したり、自分も取ったりしました。また、相撲取りを重用して家臣にしたり、恩賞として与えたりもしました。織田家で相撲を取った人物として、有名なのは平手正秀です。彼は織田信長の重臣で、元亀、天正年間に安土城などで行われた上覧相撲に出場し、信長の目に留まりました。正秀は相撲の名手として知られ、信長から相撲の神様と称されたという伝説もあります。正秀は信長の命令で越前の国に入り、朝倉義景と戦ったが、天正3年1575年に廃止しました。他にも、織田家で相撲を取った人物はいくつかいます。明智光秀、信長の重臣で、上覧相撲に出場したことがあります。しかし、天正10年1582年に本能寺の変を起こして信長を襲撃しました。森蘭丸、信長の小姓で、上覧相撲に出場したことがあります。しかし、本能寺の変で明智光秀に討たれました。前田利家、信長の重臣で、上覧相撲に出場したことがあります。後に豊臣秀吉の五大老の一人となりました。刀剣コレクター、信長は日本刀に詳しく、様々な名刀を収集しました。特に備前長船派の光忠の刀を20振り以上も集めました。愛刀はへし切り長谷部で、酒に酔うとこの刀について歌ったと言われています。織田信長は、日本刀に対して深い愛着を持っており、数多くの名刀を収集していました。その中でも、特に愛用していた刀剣の詳細を以下にご紹介します。へし切り長谷部、鎌倉時代の名工、長谷部国重が作った太刀です。信長はこの刀で茶坊主の御内を御前棚ごとへし切ったという逸話から、この名前がつきました。信長から豊臣秀吉や黒田官兵衛に贈られたという説があります。現在は福岡市博物館に所蔵されており、国宝に指定されています。津田遠臣長光、鎌倉時代の名工長光が作った太刀です。信長は本能寺の変で焼失したとされる刀の一つですが、明智光秀に押収されて家老の津田遠臣の守重久に与えられたという説もあります。この刀は信長から前田利家や徳川家康にも贈られたと言われています。現在は徳川美術館に所蔵されており、国宝に指定されています。神無切長光、鎌倉時代の名工、長光が作った小太刀です。信長はこの刀で片田又五郎という武士を神無で受けた大工をへし切ったという逸話から、この名前がつきました。信長から丹羽長秀や蒲生氏郷に贈られたと言われています。現在は徳川ミュージアムに所蔵されており、重要美術品に認定されています。他にも、織田信長が愛用した刀剣は多数ありますが、ここでは代表的なものを紹介しました。信長が愛用した刀剣の中で、最も有名なものは、一概には言えませんが、おそらくへし切り長谷部が有力候補でしょう。
この刀は信長の切れ味を示す逸話や、豊臣秀吉や黒田官兵衛に関係する説話が多く残されており、歴史的にも文化的にも注目されています。また、国宝に指定されていることや、刀剣乱舞などのメディアで人気が高いことも影響していると思われます。へし切り長谷部の逸話、信長が茶坊主をへし切った話、これは、へし切り長谷部の名前の由来ともなった話です。信長が自分に無礼を働いた館内という茶坊主を斬ろうとした時、美内は台所に逃げ込んで禅棚の下に隠れました。信長はこの刀で禅棚ごと押し切って館内を切り殺したというものです。信長が本能寺の変でこの刀を持っていた話、本能寺の変で信長は明智光秀の襲撃を受けて自害しましたが、その際にこの刀を持っていたという説があります。この刀は信長から豊臣秀吉に送られていたもので、秀吉は本能寺の変の直前に信長に返還したというものです。しかし、この説には疑問も多く、本当にこの刀が本能寺にあったかどうかは定かではありません。黒田官兵衛がこの刀で敵将を切った話、黒田官兵衛こと黒田義孝は、この刀を信長から下賜された後、数々の戦場で活躍しました。その中でも有名なのは、天正12年、1584年の小牧、長久手の戦いで、敵将の小田裏久斎をこの刀で切ったというものです。裏久斎は信長の甥であり、黒田家と縁戚関係にあった人物でしたが、官兵衛は容赦なく討ち取りました。以上が織田信長の特に有名な趣味のお話でした。